はい、本日はですね、僕がオリジナルブランドが大赤字になっておりますので、そちらのお話をしていこうかなというふうに思います。ということで、僕がですねオリジナルブランドを作ってるっていうのはですね、ご存知ない方ももちろんいらっしゃると思いますし、まあ大体の方は知らないと思うんですけども、まあそれもね、ご購入いただいてるか、ご購入いただいてる方もいらっしゃるんですよ。でね、こうやって服とか作り出してね、お金儲け走り出したなって思われるかもしれないんですけども、これマジで儲からんのよと。僕周りの人とかにもね、アパレルはやらん方がいいでと、なんでかってめっちゃ金かかるからとにかくやらん方がいいでって言ってるんですけど、まあそれぐらいね、お金的にはね、まあちょっとあんまり美味しい思いはできへんねんけど、じゃあなんで作ってんのと言われるとね、やっぱりこう着るのがこう楽しくなったり、使うのが楽しくなったりするものっていいよねっていうことで、僕も年間400万ぐらい服買ってるんですけど、今キラキラするものないんですよ。自分でこう買ってね、ああ嬉しいなって思うもんってあんまりなくて、そうやったらまあ作っていった方がいいんかなっていうことでね、今回作らせてはもらったんですけども、もうかれこれね1年ぐらい前からやらせてはもらってますので、まあその辺のね、具体的な数字とかもお話ししていこうと思いますが、本日の流れとしてはですね、まあなんでそもそも作ったのという話もして、でその次に売り上げですよね。売上なんもしてますのと、これですよね、皆さんが気になるのはということで、どんだけ赤字出てんのっていうのをお話しさせてもらって、でその次にはアイテムね、どういうアイテムじゃ作って、どんな感じになってんのっていうところでお話しさせていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまず一つ目のテーマとしてはね、なんで作ったんかっていうと、今世の中にないものを全部作ってるんですよ。でまあ後でアイテムの時に紹介はするんやけども、こういう革の製品でね、ちゃんとスマホ入れるやつってあんまり確かにないよねってなってきて、こうどうしてもこう縦長のね、お父さんが持ってるようなレザーのバッグはあったりするんだけど、あんまそんなないよねとか、あとそれがね、僕これよく着てるね、ロンティーとかもスビンコットンっていうね、あの超高級な素材使ってるんですけど、そういうロンティーはあんまないんですよ。あと財布とかもね、小銭ケースとマネークリップがね別になってるやつはあんねんけど、一緒のやつがなかったりしたんで、ああ一緒のやつ作ろうみたいなことで、要は今持っててこう楽しくなるというか、こう着たくなったり持ちたくなるようなものをね作ればね、皆さん喜んでくれるんちゃうかなということでね、作らせていただきました。でね、僕はね一応ブランド名はね、これジャパンメイドやっていうロゴっていうかブランド名なんですけど、僕全然押し出さないんですよ。そういうロゴ全く押し出さなくて、なんでそれ押し出さへんのっていうと、結構ブランド名押し出してるのって買う側からしたらどうでもいいじゃないですか。そんなんどうでもいいから、まあとにかくもっと品質にこだわれよってやっぱ僕は思っちゃうんですよね。だから極力僕はもう一切こういうブランドロゴとかはね、表上には出さんと、まあ、購入いただいた方はね、あのご存知かなと思うんですけども、そういうタグとかね、そういう箱とかにはね入ってあるんですけども、まあ、基本的にはそういうブランドはもう押し出さんと、素材で勝負していこうやないかということでやらせていただいております。ちなみにでもロゴもですね、こだわりは若干あるんですよ。でそれ何があんのというと、なんかこの富士山みたいなマークあるでしょ、これ実はね J とあと M なんですね。だからジャパンの J とメイド屋の M で、JM で富士山のマークになってるんですよ。それもちゃんとデザイナーの方に考えてもらったりはしてるんですけども、まあ、僕としてはですね、ブランド名とかよりもとにかく物を気に入ってほしいっていうのがね一番の思いでありますので、あんまりブランド名を押し出さないと。でこれちなみに商標登録も取っております。あの今年の春先かな、嫁にですね特許の申請の印紙買ってきて言ったら、特許の申請の印紙ってどこに売ってて何なのって言われたんですけど、とにかく買ってこいって言って買ってこさせたんですけど、まあそんなことがあってね、ようやくまあそれでブランドが立ち上がってました。だから実は1年前というか、ちょっと半年ぐらい前ぐらいからね、まあ、出来上がってはいてたんですけども、こっそりやってたということで、あんまりご存じない方もいらっしゃるかなと思います。では次売上いきましょう。売上ですよね。赤字ってどないなってんのっていう感じだと思うんですけども、じゃあちょっと画面をね見てもらおうかなと思いますので、こちら画面を見ていただきましょう。 3,2,1 はい、これね、僕のベースっていうショップで売ってるんですけども、このジャパンメイドやって一応これ見たらね、あ確かに書いてあるないかと、やってるんですけど、これオンラインショップでね、これで作ってるんですけども、ここがデータ見てもらうとですね、じゃあ売上見てもらいましょう。まあ、今年から一応始まったんですけどもね、まあ、まず1月から12月までずらーっとありますわね。1月から見ていきましょう。だいたい認知されたんって夏過ぎぐらいからやからね、そこまであんま認知されてないんですよ。1月から65万ぐらいの売上で、次2月で40万から100万ぐらいか、で3月で130万、4月20万から150万で、10万やから160万で、80、190万やから160、90やったら250万そして、250に20万円から270万、そして40万ぐらいから310万、ちょっと計算ができなくなってきた。310万に、だいたい300万ぐらいから600万、600万に約180万円から780万、次200万円から980万、そして最後12月が200万円から1200万ということでね、まあ、1200万円の売り上げはあるんですけども、ありがたいことにね、結構いろんな方に買っていただいてて、まあ、売上としてはね、そんなめちゃくちゃ少ないなっていう感じじゃないかもしれないですけど、まあ、初年度としてはね、まあまあ、ほんまに僕のチャンネル見てくれてる方って、素材とかね、よく理解していただいてる方なんで、僕があんま喋らないでも、これめっちゃこの素材いいやんっていうことでね、購入していただくことが多いんですけども、これ1200万くらいってね、全然赤字なんですよね。で、1200万で赤字ってどうなってんねんってことやと思うんですけども、僕ね、前ね、この帽子作った時にね、ポップアップ限定で作ったんですけども、なんで限定にしたかっていうとね、原価9割やったんですよ。で、送料入れたらね、
赤字になっちゃったんですよ。だからこれもう送料で売れませんって言ってね、ポップアップ限定にしますわ言いたいんだけど、今はもうネットでもね、あのポップアップがちょっとコロナでできんかったからネットでも出してますけど、その代わりね送料はいただこうということでやってたりしますし、まあ、とにかく原価が高いんですよ。まあ、だからねちょっとセールができひんっていうところにつながったりするんですけど、僕の原価ね6割とか9割とかあるんですよね。で普通アパレルの原価って超有名、皆さんが知ってるあのブランドでも 16% とかなんですよ原価がね。ちょっと高いところやったら 30% ぐらいのね原価でやってて、お結構高いのやってるねみたいなことなんですよ。だからねアウトレットとかでね 70% オフとかできるんですよ。なんでかって原価 30% やから 70% 引いてもね、まあまあ原価は返ってくるでしょっていうことになるじゃないですか。利益は出へんけど原価返ってくるでしょってなるけど、 60% も 90% も原価でやっていったらね、そんなもんそれセールできないんですよ。 70% もね 50% セールしたらもうその時点で赤字なんですよ。もう売れへんくても赤字なんですよ。だからねとにかくまあ原価にこだわるというか、まあ、素材にこだわるっていうのをね意識してて、でなんでそうなったんって言ったら、まあ、一番最初も言ったみたいに、やっぱ着るのが楽しくなったり持つのが楽しくなるってなったりしたら、やっぱり見た目よりも素材とかなんですよね。で見た目ってねやっぱすぐ飽きるでしょ。1回2回着てたらねもう飽きてくるけど、やっぱいい素材のものって何回でも持ちたくなるし、何回でもこう着たくなるじゃないですか。だからそれがね真の大人やと、まあ、僕は思ってるんですよ。いっぱいいろんな服買っていろんなデザインいろんなロゴ持ってるけども、本気で素材にこだわろうと思ったらね、やっぱり金もかかってくるし利益ははっきり言って出えへんけども、それでもねお客さんが喜んでくれるんちゃうかなっていうことで、まあ僕はやらせてもらってます。だからまあ僕の場合 YouTube をやってるから YouTube で利益出てるから、はっきり言って服で利益出んくてもね生きてはいけるんですよ。だからたまにね視聴者さんからね、こういう箱とか用意とか銭湯もっと安くしてほしいって言われたりするんですけどね、いやめっちゃ安くしてますよと、もうこれ以上安くしたら僕もガリガリになりますよってことなんですけども、なんでじゃあこんなん箱とかいろいろ作ったりしてんのっていうと、まあ、YouTube の方の収益もあるし、もちろん案件いただいたりとかスポンサー代いただいたりとかしてるから、そっちの方でねちゃんと収益が立ってるんで、服だけやってるブランドさんではできひんというか、服だけやってる会社さんではねできひんようなねコンセプトというかねあれでやってます。だから他の YouTuber の人とかでもたまにアパレルとかやってるけど、大体ああいうのってね自分でね工場を見に行くんだけじゃなくて、大体間にね会社さんがあるんですよ。服の会社さんがあって、うちが全部やるんでデザインだけしてくださいみたいなことが結構 YouTuber の方って多いんですけども、大体そう 99% だと思うんですけどね、僕だけちょっと変わっててね、そういうのあんま興味ないから工場を見に行くのが好きなんですよね。だからすごい変態なんですけど、その工場を見に行ったり好きやから自分の目で確認して、あここでやりたいとかね、あここで依頼したいとかっていうのを決めていくんですよ。まあ、だからねそういうのをねこう理解していただいた方にね結構購入していただいたりとかして、本当ありがたいのはありがたいんですけども、まあ、そういう感じではやらせてもらってます。だから自信持って言えるのがね、絶対真似できんやろなっていうのが自信持ってやってるんですよ。他のブランドやったら原価高すぎてこの値段で売られへんからもっと高くしちゃなあかんし、高くしたら売れへんから作らへんってなるじゃないですか。本来じゃあそこをわし作ろうということでね作っていってるんですよ。でじゃあどんなんがあるのというと、じゃあ一番最初に、まあ、このロンティーからいきます。嘘、帽子からいきましょう。帽子が目の前にあるから帽子からいきますわ。で帽子もねこれ先言いましたよね、原価9割と。どんなことなってんねんと思うと思うんですけど、まずね僕生地選びからするんですよ。こうやって生地選びからね、どの生地しようかなっていうことでね、あれいいねこれいいねって言っていろいろ触りながら見ていって、いやでもそうでもないなこうでもないなって言いながらね、じゃあやっぱ若干違うんですよ。でそういうのをねバーっと見ていって、あーでもないこうでもないって言って決めていくんですよ。でこんなんはねちょくちょく Vlog でも僕出しててね、あこの生地いいっすねとかって言ってるんやけども、まあそれでねこれを選んで、まあ、コーデュラってやつなんですけどね、選んでまあ作っていくと。でワッペンももちろん一からこれ全部作ってます。刺繍からワッペンの形素材全部一から選んで、で生地も張りがあるように中にねいろんな生地をかませたり2枚ぐらいかませたりとかしてこう頑丈に作ったりしてるんですけど、まあそういうねコーデュラの帽子、頑丈帽子ね、あそう脱がさないでってこれ書いてるんですよ。ドントなんとかって書いてるでしょ、これ脱がさないでって意味なんですけど、なんか可愛いなと思ってね作ってます。まあ僕もよう被ってますけどね。まずこれ一つでしょ。ほんで次はまあ財布系いきますか。財布ねこんな感じで作ってて、まあコンパクトな財布で、さっき言ってた小銭ケースとマネークリップが一体化してるやつ、こうやってねパッて開けていったらマネークリップがあって、ここに札挟んでいってちゃんとカードとかも収納できて小銭も入れますよと。僕持ってるやつがねこれなんですよ。もう使ってるやつがこれでしょ。僕が普段から使ってるやつがこれから、やっぱ色もね若干変わってきてるけども、ちょっと開けてみるとこんな感じで札が入ってて、ここで止めてるんですけどね。でカードもちょっと入ってると。で小銭も入ってるんやけども、このケツポケットとかに入れれるぐらいのサイズ感にしてるから、まあコンパクトですよねっていうことでこれが作って、まあこれ栃木レザーなんですけどね、栃木レザーで作ってると。でそれ以外にもね同シリーズでキーケースも作ってたりします。でこれもまあやっぱセットで、ね、持ちたいっていう方もいらっしゃるかなと思ったんで、セットで作ってます。これちなみになぜか知らんけど、財布はキャメルとキャンプグリーンが人気なのに、キーケースはなぜか知らんけどオレンジが人気なんやと。オレンジもあんまりなくなってきたんですけどね。でそれ以外にはこれトートバッグですね。これアメリカの米軍で作られてた生地を全く同じ生地採用して作ってるんですけど、これね僕はキャンプ用品としてねいろいろ入れたりはしてるんですけども、購入していただいた方でね、なんかワンちゃんの散歩の時に使いたいんですけど、ワンちゃんの散歩の時にこれまあ確かに頑丈やけどね、うんちとか入れるんかなと思ったんですけど、もう全然使えるんちゃいますかって言ったら、じゃあ買い
買いますって買ってくれてたんですけどね。まあこういうの作ったりとか、あとそれ以外にやったらこのボディバッグかな。ボディバッグもね、僕これずっと普段使ってるやつやからもう色テカテカなんて聞いてるでしょ。オイルとか何も塗ってないんやけど、もう使ってたらね、あのこういう風なツヤが出てくるんですよね。で普段から使ってるからめちゃくちゃ柔らかくなってるし、新しいやつはねここにあるんですけど、うん、革のいい匂いがしますけどね。やっぱりこう見て違い分かります？全然こっちの方がテカテカしてるでしょ。まあ僕がずっと使ってこれもう3ヶ月ぐらい使ってるのかな。もうオイルなんか、ま、何も塗らんでもね勝手にこういう風にあの変わっていきますので、この姫路レザーっていうのをこれは使ってるんですけど、これのいいとこはね、あの経年変化してもボロくならないんですよ。こういう風に綺麗になっていくんですよ。で最初はこういうマットな質感やねんけども、使えば使うだけこういう風にテカテカしてくると、もっと使ったらテカテカしてくるんですけど、まあこんなもね素材から選んだりはしてます。でね、1回作るんだけど幻のブラウンっていうのも1回作ったんですよ。これ多分知ってる人は知ってるんですけど、幻のブラウンこれ1回作ったんやけども、これもね人気ですぐなくなっちゃいました。ちょっとだけ今入荷してるんかもしれないですけどね、まあ気になる方下から見てもらったらいいですけど、ちょっとだけ多分あるとは思います。まあそれ以外にあとあとロンティーですね。こうやって僕が普段着てるロンティーで、まあ黒もよう着てるけど、まあ白も着てたりするんですけどね。でこれが半袖バージョンがあったりということで、ちょっと申し訳ないですけどね、白のロンティーはあのなくなっちゃいました。でサンプル作りすぎてね、ほんまは最初100枚作りたいですって100枚あの生地用意してもらったんですよ。でインドからねスビンコットン取り寄せて100枚分生地作ったんやけども、サンプル作りすぎて70枚しか作れませんとか言って、ね、30枚サンプル作っちゃったんですよ。なんか微妙にね襟が気になるとかね、袖が気になるとか、長さが気になるってね、何回も作り直してたら、なんか気づいたらもう70枚しかないですよって言われて、もうじゃあやばいやばいやばいってなって、今ちょっと追加でまた作ってるんですけどね。まあこういうカットソーを作ったりとか、まあこんなんとかってまあ着るのが楽しくなるじゃないですか、素材柔らかかったりしたらね。でこんなん作ったりとか、まあそれ以外にもねこういうパーカー作ったりとかしてるんですけど、これ多分あの世界で一番分厚い釣り編み機なんですよ。釣り編み機っていう機械でね編んだ中ではもう最も分厚いっていうのを自信持って言えるぐらいもう極分厚にしたんですよ。極分厚っていうか分からんけどもね。でそうするとね値段が高いんよ。めちゃくちゃ高いんやけどね、もっと薄くすればね安くできたんやけど、それやったら他にもいっぱいあったんで、まあそれも微妙やなあいう話したり、まあこれもねデニムですわ。でデニムがねアウトラストっていう素材、宇宙で使うような素材、今やったらね前澤さん出てる言ってるけども、これ宇宙でもね快適に温度を調節してくれる素材っていうのがアウトラストあるんですけど、それを使ってるんですよ。だから冬場でも夏場でもね快適に過ごせるし、なおかつ個別番号がねここに貼ってあるから、あんまそういうのないじゃないですか。でそういう今までないようなものをね、まあ僕は作り続けて、他にもあったかなちょっと覚えてないけども、まあなんかそんなの作ってるんですよ。だからねどうしても皆さんに買ってほしいっていうわけじゃなくてね、これちゃんと良さとかをね分かっていただいた方にね買ってほしいなと思ってて、あんまり今までねこういうブランドとかを押さなかったんですよ。じゃあなんで今になって言い出したんっていうとですね、やっぱりまあ自分の思いとかもね伝えときたいなっていうことでね、あの最後ね伝えさせていただこうとは思ってます。で僕ジャパンメイドやって言って、最初はねメイドインジャパンでやりたかったんですよ。誰が見ても日本製っていうのがねもう一目で分かった、それで良かったんですよ。そのブランド名にこだわりなんかないしね、ブランド名でねなんかカッコつけてね、なんかわけわからん横文字並べたくないんですよ。だからもうメイドインジャパン、もしくは日本製でやろうと思ったら商標登録取れんかったんですよ。チクショーと思ってね、それ先にやられてたかと思って、でいろいろ変換とかしていったら、メイドインジャパンのメイドとジャパンをひっくり返したらいけるなっていうことで、まあどうせやったらじゃあなんとか屋さんのヤーもつけたらね可愛らしいんちゃうかっていうことでジャパンメイドやってやってるんですけど、まあ名前の通り全部日本製で依頼する。で、まあ、売れた商品とか原価高いの頼むんやけども、それがちゃんと日本の工場さんにお金を払っていって、日本のねすごい技術が継承されていくっていう流れにしたいなと思ってて、なかなか今ねもう海外産ばっかりなんですよ。で海外に行けば行くほど安くなるんやけども、その分修理とかもないしちょっと品質も下がるんやけど、日本製ってそれはちょっと単価は高いけどちゃんと修理もしてくれるし品質も高いっていうのがあって、めちゃくちゃ誇れる技術だと思うんですけど、今ねもう日本の工場も手は離してるんですよ。もうええわ言うて、海外の方が安くてね注文あるんやったらもうそういう仕組みに変えていこうってちょっと変わっていってるんですよ。ほんならねせっかく日本にある技術ってなくなっていてもったいないなってまあ思ったりするんで、まあ僕はお金高くてでも依頼するし、でその代わりちゃんとした品質ものを仕上げてもらうっていう、まあフェアなトレードというか、そういうのをね意識してやらせてはいただいております。だからより日本のね工場さんに生き残ってほしいっていうのがね、まあやっぱり思いとしてあったりするんで、どうしても日本製にこだわってるというところにあります。まあ日本製が好きっていうのもありますけどね、まあ、そういうところになってるんかなと思います。だからまあセールせえへん話とかね、原価が高い話とか、まあいろいろお話させてもらって、これで正直高いって言われたら、いやマジで他のブランド出したらもっと乗せてくるよとって、まあ僕はいつも思ってるんですけども、まあそれはね人それぞれ考え方があるから、別にそれは全然いいんですけど、そういうことということになってます。でまあね、それ以外にまああのこういう話って僕普段ブログでねよく伝えてるんですよ。でまあねブランドのねコラムを書いてるんで、ほぼ毎日かな、月火水木ぐらい書いてるんでね、気になった方はね読んでいただければ、ああ拓造こういう思いでやってんねやとか、あとそういう服の
裏話というか、こういう風に作ってますみたいなこともあったりするんで、まあ、それを見てもらうと嬉しいかなと思いますので、一応下に貼っとくんでね、見てみてくださいということになります。で、最後にね、一件だけあるんですけど、今ちょうどね、僕セールはしないんですけど、そのベースのね、公式からね、クリスマスクーポンが出てるらしいんですよ。で、それがね、どんだけアイテム買っても 15% オフらしいんですよ。それも使わなしゃあないやないかと。絶対使った方がええやないかっていうことじゃないですか。そんなんもね、ベースがね、負担してくれるから僕一切負担しないんやけども、ベースがやってるということでね、クリスマスフェアやっておりますので、まあ、気になる方はね、そのクーポンも使っていただければ安く買えるんかなと思います。はい、ということで本日はですね、オリジナルブランドが大赤字だったというお話をさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。